2000年に登竜門からデビューし、2006年から新日本プロレスで活躍したミラノコレクション AT 選手。183センチという高身長に甘いマスク、メキシコ仕込みのジャベ。現在では真田選手が使用しているパラダイスロックはミラノの代名詞と呼べる決め技です。登竜門時代にはイタリアンコネクションというユニットを率いて行動しており、その立ち振る舞いはイタリア革命と呼ばれていました。オープンザドリームゲート王座の前身でもある UDG 王座。2003年12月16日、この王座をかけて行われたマグナム東京との一騎打ちは、神試合と呼ぶにふさわしい試合です。登竜門から新日本に移籍した後もミラノのイタリア革命は続きます。2007年のベストオブザスーパージュニア14に初出場。まずはファンに顔を覚えてもらうなどと思っていた矢先に、あれよあれよと新日ジュニアの猛者たちを倒していき、そのまま初出場&初優勝、偉業をミラノは成し遂げます。高身長で体格もいいミラノはヘビー級戦線で起用されることも多く、すぐに新日ファンに受け入れられ人気を獲得していきます。2009年に入ると主戦場をジュニアヘビー級に移すことを明言し、2009年のベストオブザスーパージュニアではプリンス・デイビッドと新日ジュニア最高峰の試合を見せつけ、ミラノのさらなる大躍進が約束されたと誰もが思う中で、ミラノに突然の不運が襲います。2009年9月の試合中に目を負傷し長期欠場。リハビリを行うも回復が見込める状態ではないため、2010年1月に引退を発表。2010年2月に10カウントゴングが鳴らされました。長期欠場発表から引退宣言までわずか4ヶ月。引退時の年齢は34歳。プロレスラーとして脂が乗ってくる年齢での電撃引退にプロレスファン誰もが驚きました。この怪我については2005年頃に予兆があったものの、その際はすぐに治ったらしく、2009年初頭からまた異変が出始め、9月の試合中に明確な症状が出たようです。症状としては目の焦点が合わなくなり、ロープワークすらまともに行えなくなったと語っています。プロレスラーミラノコレクション AT のイタリア革命は10年で幕を閉じることにはなりましたが、現在では新日本プロレスの実況兼解説役として活躍しており、元プロレスラーであることから内藤や真田、太一などに絡まれまくっていることは皆さんもご承知のことでしょう。2020年の登竜門特別興行ではヒールユニット RED による反則介入から登竜門世代を救助するためリングインし、イタリアンコネクション時代の盟友たちと17年ぶりの合体技と連携技を見せ、代名詞パラダイスロックも久々に解禁。場内は大ミラノコールで大盛り上がりしました。そんなミラノが見せる第二次イタリア革命にもまだまだ期待したいところです。スターダムで活躍した女子プロレスラー、星木ありさ選手。2010年当時、中学生15歳だったありさ選手は、全日本ライトアマチュアシュートボクシング選手権東京大会を優勝。その姿を見た当時 GM の風花から、プロレスに誘われ、プロレスの練習もスタート。2011年1月23日のスターダム旗揚げ戦にて、高校生レスラーとしてデビューしました。デビュー戦の相手は、同じくその試合がデビュー戦であった岩谷真由選手。ブラジリアンキックで岩谷選手を沈め、白星にてデビュー戦を飾りました。その後は岩谷選手とのタッグアマにてタッグリーグ出場などもしますが、2012年に学業への専念を理由に引退します。時は流れ、6年半後の2018年9月24日、後楽園ホール大会に来場し現役復帰を発表。2018年11月23日、後楽園ホール大会にて岩谷選手とのタッグアマで復帰戦をし、デビュー戦と同じくブラジリアンキックにて復帰戦を勝利で飾ります。2019年に入るとアリサ選手の快進撃が始まります。2019年のシンデレラトーナメントを優勝。その勢いで渡辺桃選手のワンダーオブスターダム王座に挑戦。現在でも最多防衛回数となっている13度の防衛記録を持っていた渡辺桃選手を破り、第13代ワンダーオブスターダム王者となります。そこから7度の防衛を重ねながら中野タム選手とのタッグで2019年のタッグリーグも優勝。2019年の女子プロレス大賞は岩谷真由選手でしたが、星木ありさ選手の快進撃も凄まじく、岩谷真由&星木ありさの2枚看板でスターダムの知名度もうなぎ登りになっていきます。新日本プロレスの2020年の 1.4 にも岩谷選手とのタッグで登場し、2020年もありさ選手の大活躍が期待される中、突然のニュースが舞い込みます。
2020年5月20日、星木有沙選手引退発表。3月から首と脳の不調で負傷欠場となっていましたが、そこからの回復が望めないことからドクターストップとなりました。自粛期間中だったため興行自体も行われておらず、その中での引退発表はプロレス界に激震が走りました。しかし1年半という短い期間ではありましたが、星木有沙選手が残してくれた感動とインパクトはプロレスファンの中で残り続けています。2011年にプロレスラーとしてのピリオドを打った力尾武選手。もともとは大相撲出身のプロレスラーであり、1988年に初土俵入りをしています。同期は曙や貴乃花などでしたが、力尾自身は親方との意見の不一致などで1997年に角界引退。その後本名である井上武として2000年3月11日全日本プロレスからプレデビュー。2000年5月28日に力尾武として本格的にプロレスラーの道を歩み始めます。ちなみに小橋健太からエドモンド井上というリングネームを提案されましたが却下したようです。この時期は全日本プロレスから大量離脱およびノア立ち上げが起こったタイミングであり、それに追随する形で力尾もノアに移籍。デビューは全日本、キャリアはノアといった形です。力尾が覚醒を始めるのはデビュー1年後の2001年4月18日ゼロワンとの団体対抗戦、小川直也村上和成 VS 三沢光晴力尾武史、この一戦からでした。小川&村上というシュート系ファイターに対抗するため三沢は力尾を大抜擢。角界で9年以上鍛えられた持ち前の打たれ強さを存分に発揮します。力尾は小川村上の顔面攻撃にもひるむことなくぶつかっていき、会場は大歓声で大盛り上がりの中、三沢が村上から3カウントを取ります。試合決着後の場外でも力尾は小川に対してマウントポジションで打撃を浴びせており、この試合からプロレスファンの心に力尾の底力と負けん気の強さが印象付けられました。その後はタッグ戦線がメインになりますが、2004年後半からはシングル戦線に舵を取り、2005年3月5日に小橋健太を破り第7代 GHC ヘビー級王座に輝きます。当時の小橋は13度の防衛を重ねており、ノアの絶対王者として君臨していましたが、その小橋という大きすぎる壁を打ち破ったのが力尾でした。個人的にはこの試合がプロレスリングノアの第2章が始まった瞬間だと思っています。しかし2007年に入ると頸椎損傷から長期欠場に入り、2008年には復帰しますが、振り返るとその状態は思わしくなかったようです。2010年5月、リスオベイと GBH の構想の中で真壁の持つ IWGP ヘビー級に挑戦表明。力尾が覚醒した2001年の団体対抗戦を匂わせるカードでファンの期待度もマックス。しかし頸椎損傷から来た頸椎ヘルニアでこのカードは流れてしまい、力尾自身も再び長期の欠場に入ります。そしてその1年半後の2011年11月27日に重度の頸椎ヘルニアから引退発表。2012年7月22日両国国技館にて引退セレモニーが執り行われました。現在では奈良県でラーメン屋を営んでおり、奈良県に行った際にはぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ドラゴンゲートで活躍したスピードスター、吉野正人選手。地球上で最も速いレスラーと称されており、リング上で駆け回る姿はまさにスピードスター。そんな吉野正人のデビューは2000年、ターザンギミックのヨッシーナとして活躍を始めます。2005年には中軽量級活性化のためにオープンザブレイブゲートを設立。現在でも存在するこのベルトは16年の歴史と価値のあるベルトとなっています。2010年にはオープンザブレイブゲートを持ちながら団体最高峰のオープンザドリームゲート王者となり、史上2人目の2冠王になります。ヒールターンやベビーターンなどのアングルが多いドラゴンゲートの中で、2008年からユニット設立や解散はあるものの、ベビーフェイス1本で活動を続けており、常にいろいろなベルトに絡みながらトップレスラーとして活躍していく吉野。2018年6月にはシングルリーグを優勝、翌日にオープンザドリームゲート戦を行い、自身4度目のオープンザドリームゲート王者となります。2018年末にベルトは失うものの、吉野正人は未だトップレスラーという姿を見せてくれました。しかし吉野の体はすでに悲鳴を上げていたのです。1年後の2019年末に首の怪我の悪化から2020年内での現役引退を発表。しかし自粛期間中であったため興行が概ねキャンセルとなってしまい、スピードスターの最後の勇姿を見れぬまま終わってしまうと思われましたが、興行が本格的に再開となった2021年7月からスピードスターファイナルとして興行を展開。2021年8月1日の神戸ワールド記念ホール大会にて引退試合としてタッグマッチを行い、自らのレスラー人生にピリオドを
打ちました。同い年でキャリアもほぼ同期である盟友土井成樹選手が現役として活躍する中、2019年の吉野選手の引退発表はあまりにも突然の報告でした。リング上でのプロレスラーへのダメージは想像以上に深刻であり、試合をこなしていく中で徐々にダメージが蓄積されていることが垣間見えた引退発表でした。現在ではパーソナルジムを開業しており、スピードスターの第2章を歩まれています。ということで、無念の引退となってしまったプロレスラー4人を紹介しました。それぞれが歩まれている第2の人生にもまだまだ期待していきたいところです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。